ふれあいセンター、茎ふれあいセンター茎は埼玉県茎市青毛にある茎市が設立、運営する施設である。1998年に茎市により市内青毛に設置された。北側には青毛の半の木並木があり、西側には天皇に彫りが流れ、桜が川沿いに植樹されている。さらに太陽光発電システムが2003年1月より設置されている。 市民用パソコンが2台設けられ、1台は Windows XP、もう1台は Windows 2000がインストールされていたが、2011年12月28日をもって、これらの市民用パソコンは廃止された。利用するにはパソコン利用権が必要であった。区議市役所の出張所が併設されており、市の証明書の発行事務を行っている。自動交付機による発行も可能。 住所の移動や、印鑑登録、戸籍の届出などは取り扱っていない。発行事務取り扱い時間、日曜日から金曜日まで午前8時30分から午後5時15分、他にも先駆ずきた障害者就業、生活支援センター、区市障害者就労支援センター、社団法人区市シルバー人材センター、区喜事務所、2階に先駆きた障害者、生活支援センター、 キララが設置されている。ありがとうございます。